星空ガイドが語る星座とギリシャ神話。こんばんは、星空ガイドのカネさんです。春の夜空、南の空を見ると輝くオリオン座の左斜め下あたりに目立つ明るい星が見えます。大犬座のシリウスです。シリウスの上には小犬座の一等星ブロキオンがあって、左にあるオリオン座のベテルギウスと肩を並べるように輝いています。オリオン座とともに冬の大三角形を作る大犬座と小犬座は、南の空を見るとオリオン座とともに左から右へと季節とともに移動し続け、関東地方でしたら1月から4月末頃まで楽しむことができます。今晩は大犬座と小犬座、2つの犬の星座のギリシャ神話のお話です。大犬座と小犬座。大犬座はこの季節、真南の地表近くオリオン座の左斜め下付近にあります。そこで明るく目立つ白い星がシリウスで、明るさはマイナス 1.46 等級、全天で太陽の次に明るい恒星です。シリウスは大犬座に属していて、シリウスとはギリシャ語で焼き焦がすもの、光り輝くものという意味ですが、英語ではドッグスターの愛称でも親しまれています。シリウスを首輪をつけた犬の喉あたりとして、前足はここに2本、後ろ足もここに2本、そして背中方向をたどっていくとちゃんと尻尾まで描かれています。一度形を覚えてしまえば、いつでも犬の姿を連想できるようになりますね。それに対して小犬座はたった2つの星からできているので、星座の絵を知らないと小犬がどちらの方向を向いているのかも想像できません。この2つの星座はオリオン座の近くにあることから、狩人オリオンがいつも狩りに伴って連れていた猟犬だと伝えられています。オリオンの後ろに従う大犬に対して、小犬はまだ小さいため天の川を渡れず、対岸から置いていかないでと訴えているように見えますね。悪太陽の物語。大犬座は明るい星を含むため昔から大変目立った星座で、そのためオリオンの猟犬以外にもいくつか他のギリシャ神話があります。今晩はその中からいくつかをご紹介します。まずは悪太陽の物語です。悪太陽はフェニキア王カドモスの孫にあたる青年でした。狩りの名人で若くてたくましい青年である悪太陽は、毎日山野を駆け巡っては鹿やイノシシを捕らえていました。悪太陽は狩りにいつもメランポスと名付けた忠実な猟犬をはじめ何頭かの犬を連れていました。ある日狩りをしていた悪太陽は鹿の群れを追って深い森の中に迷い込んでしまいます。やがて日が暮れ、猟犬たちとはぐれてしまい森の中をさまよい歩きます。そうして歩くうち、悪太陽は森の中に怪しく光るものを見つけました。悪太陽はそれを人がいるものだと思い、その光に近づいていきました。光に誘われて森の中を歩いていくと、やがて美しい泉のほとりにたどり着きました。そしてそこには裸で水浴びをしている一人の美しい女性を見つけます。それを見て悪太陽は声も出ないほど驚きました。なぜならそれは女神アルテミスだったからです。気配に気づいたアルテミスは悪太陽に、私の裸を見たと人々に向かって言わせるわけにはいかないと怒り、泉の水をすくい取ってさっと悪太陽に浴びせました。驚いた悪太陽ですが、さらに驚くことが起こりました。泉の水を浴びた体には毛が生え出し、手足は細くなり、指は2つに割れたひづめに変わり始めました。額からは角が生え出し、たちまちのうちに悪太陽は1頭の鹿に変わっていました。気がつくとアルテミスの姿はすでになく、悪太陽はなすすべもありません。途方に暮れた悪太陽は森の中をさまよい歩きました。どれほど歩いたのか、やがてはぐれた悪太陽の猟犬たちが集まってきました。悪太陽は猟犬のうちの一匹メランポスを見つけ、よかった、悪太陽だ、どうか助けておくれと思わず叫びます。ところがその声は自分の声ではなく、出てきたのは鹿の雄たけびでした。それを聞いて猟犬たちは牙を向いて悪太陽に襲いかかろうとします。アルテミスによって姿を変えられてしまった悪太陽は、猟犬たちにとっては一頭の鹿にしか見えません。とうとう悪太陽は自分の飼っていた猟犬たちに命を奪われてしまいました。
その後、女神アルテミスは猟犬たちの手柄を褒めて、大犬座と子犬座2つの星座にしてやりました。その他の物語、大犬座が現在の場所に描かれるようになったのは紀元前300年頃だと言われています。最初は犬座と呼ばれていました。そしてこの犬座は悪太陽の猟犬だけでなく、さまざまな神話と関連付けられました。他の物語としてはアテネオ、イカリオスが飼っていた愛犬メーラの話があります。メーラはイカリオスに大変可愛がられ、メーラもイカリオスによく従った忠犬でした。やがてイカリオスは病で亡くなってしまいますが、メーラはその墓から動こうとせず、食事も取らないままイカリオスの後を追うように死んだと伝えられています。その忠厚を称えられて、メーラは大犬座になったと言われています。また大犬座は漁師ケファリスの猟犬レラプスだとも伝えられています。レラプスは優れた猟犬で、駆けるのも大変速く、どんな獲物も決して逃がさなかったと言われています。中でも最も速い狐を捕まえたことから星座にしてもらい、その星座が大犬座だとも伝わっています。さらに大犬座のモデルになっているのはギリシャ神話の英雄ヘラクレスが捕らえた自国の番犬ケルベロスだとも言われています。このように大犬座には様々な神話や伝説が伝わっています。さて、夜空には大犬座、子犬座、猟犬座と犬の星座が3つもあるのに、犬とともにペットとしておなじみの猫の星座は1つもありません。おそらく生真面目な犬と違って、気まぐれな猫は毎晩規則正しく夜空に出てくることはしたくなかったんでしょうね。今晩のお話はここまでです。また違うお話でお会いしましょう。星空ガイドのカネさんでした。